ください。奥の方に進んでください。まだ始まらない。
ねぶた祭りが市役所前を出発いたしました。そして中央通り市役所前、中央通り1丁目交差点、中央通り2丁目交差点、渡辺たばこ店さん前交差点では秋田竿燈まつりの竿がかかるかと上がりました。交差点付近の皆様、どうぞ秋田竿燈まつりの進行しております青森ねぶた祭り、約100名の跳人に続き勇壮な青森ねぶたが運行されております。今年の東北六本祭に出陣しているねぶたはねぶた師内山雄生氏が制作いたしました。北の守護神毘沙門天です。東北が一つとなり神に守られながら日本全国が輪になり復興を支援して平和な世にしたいという願いを込め制作いたしました。本祭りのねぶたより一回り小ぶりのサイズで約7メートル、奥行き6メートル、高さ 4.5 メートルのねぶたです。青森ねぶた祭りは毎年8月2日から7日まで市内中心部の約 3.1 キロのコースで開催されます。ねぶたは夜の運行、最終日の7日は昼の運行です。7日の夜は優勝したねぶたの会場運行と花火大会の豪華絢爛なフィナーレとなります。22台もの巨大なねぶたが光を放ちながら夜の闇を切り裂いて動き回るダイナミックさ、腹の底に響き渡るねぶた囃子、そして鐘との掛け声と鈴の音、ぜひ現地で体感してください。青森ねぶた祭りは8月2日から7日の開催です。そして中央通り市役所前、中央通り中央通り1丁目交差点などで先ほどまで妙義をご覧いただいておりました秋田竿燈まつりは真夏の龍馬や邪気を払う巡り流し行事として江戸時代から伝えられました。五穀豊穣や厄除けを願って男たちが46個の提灯がついた重さ50キロの大和と呼ばれる竿を高々と掲げます。本日は竿燈16竿80名の皆さんが妙義を披露してくださいました。平手、額、肩、腰で16竿の竿燈を自由自在に操る巧みな技の数々、夜の竿燈に明かりが灯り